おはようございます。今日のおやつはメレンゲクッキーです。今日はこの材料3つだけで簡単なメレンゲクッキーを作りたいと思います。卵白を泡立てるときはボウルは綺麗なものを、道具も綺麗なものを使ってください。油などが入ってしまうと泡が立ちにくくなります。このように少し泡立てたところでお砂糖を入れて湯煎にかけて温めながら立てていきましょう。湯煎にかけるときは鍋を触ったりしないように気をつけながらやってください。とっても熱いです。このようにちょっと撮影のときは大きいお鍋でやっているんですが、ボウルより少し小さめの鍋でやるとボウルがカパッとはまるのでやりやすいと思います。お砂糖を全部入れてしまうと結構とろみがついてくるんですが、このようにお湯にかけていくと滑らかで綺麗な状態になっていきます。それをさらに泡立てていくとこのようにプリプリっと綺麗にツヤがあるメレンゲになっていくんですね。この状態でとっても美味しそうです。新鮮な卵白で作ったメレンゲなら今食べても大丈夫なので味見してみても大丈夫です。ツルツルで綺麗な見た目のメレンゲクッキーを作るときは砂糖を今回の 1.5 倍ぐらいは入れなきゃいけないんですが、今回はちょっと砂糖を控えめにしています。その分メレンゲがちょっとザラザラしやすいので気をつけて作業をしましょう。このようにツヤがあってしっかりと立ち上がる綺麗なメレンゲができたらバニラを入れていきます。メレンゲはそのまま焼くと結構メレンゲの匂いがしてしまうのでバニラで香りをつけていきましょう。レモン汁などで香りをつけてキュッとメレンゲを締めていく方法もあります。これは混ざれば大丈夫です。今回は卵2個分でやったんですが結構多い量ができましたね。では絞り袋に入れていきましょう。このように上を折り返すと絞り袋に入れやすいです。あまり多い量を入れて絞っていると途中からザラザラしてしまうのでゴムベラで2杯ぐらい入れれば十分です。このようにメレンゲを袋の先の方に少し押し付けると絞りやすいです。カードなどを持っている方はカードでやるともっと綺麗にできます。直径が1センチぐらいになるように先を少しだけ切りましょう。こうすることで口金を入れなくても大丈夫になります。クッキングシートを敷いた鉄板に絞っていきたいと思います。今回はクッキーの型を使って絞るのとクマさんを絞るのと2種類お見せします。クッキーの型で絞る場合はこんな感じでクッキーの型に沿わせてメレンゲをギューッと絞っていくだけです。その後型は真上にまっすぐ引き抜きましょう。とっても簡単に綺麗な形がそのまま絞れますね。メレンゲを絞る時のコツは型に綺麗にメレンゲが沿うように思ってるよりも少し多めに絞ってあげると綺麗になりやすいと思います。もし途中で型にひっついてしまうようだったら型を軽く濡らして綺麗にしてから使ってみてください。そうするとメレンゲがくっつきにくくなります。このような感じで同じ形がいくつもできますね。クッキーの型は結構便利です。メレンゲは置いておくと少しザラザラしてくると思うので時々このように泡立て器で混ぜて使うようにしましょう。クマの形などを絞るときは丸の大きいものと小さいものを組み合わせていくんですが、大きい丸はこのように絞り口を動かさないで絞っていくと絞りやすいです。はみ出した部分は用紙などで取ってあげるようにしましょう。絞り袋の先を動かしてしまうとこんな感じでちょっとデコボコした感じになってしまいます。うまく絞れなかった場合はゴムベラなどで綺麗に取れますので取ってしまいましょう。絞り袋の先の位置をあまり変えずにギューッと絞っていくと大きな丸が絞れます。
丸の一番最後は絞るのを止めて、止めた状態で絞り袋の先をくるんと動かしてあげると絞り終わりが綺麗に整います。耳はもしこの絞り袋で絞りづらい場合は、もっと小さく先を切った絞り袋やコルネにクリームを詰めて絞るとやりやすいと思います。では次に、旗がなくてもできるハートの絞り方です。と涙型に絞る感じになるんですが、最初の部分はちょっと多めに、そのまま少しずつ絞り袋から出す量を減らしながら手前に持ってくる感じですね。一番手前の部分はちょっと擦りつけるようなイメージでもいいぐらいです。それを2つつなげるとハートの形になります。クマさんの目や鼻などを描いていくのにはココアを使いました。これはただメレンゲにココアを好きな量混ぜていくだけですね。思ったよりも全然使わないので、これは作るのはほんのちょっとで大丈夫です。ココアがなければチョコレートなどでも大丈夫です。今回は楊枝にちょんちょんとつけてそのまま絵を描いていきました。コルネの作り方ができる方はその方が綺麗に描けると思うので、そちらも挑戦してみてください。コルネの作り方は概要欄にまた貼っておきます。用紙でやる場合は、大きな丸の部分は少し多めにクリームを取って、細い部分は本当に先の部分だけにクリームがつくように調節しながらやっていくと描きやすいです。こんな感じで猫の顔ができました。クマの方がもっと簡単ですね。私はあんまり顔を描くのが上手ではないので、皆さんの可愛いクマさんや猫さん、他の動物のメレンゲも楽しみにしています。たくさん絞ってみると意外といろんな顔があって、味があっていい感じに見えますよね。同じ大きさでなくて大丈夫なので、どんどんこうやって絞っていきましょう。大きさが揃わなかったり変な形になっても、後で少し膨らんだりしてそれが味になります。どんどんいろんな形に挑戦してみましょう。次はこのような立体のクマさんを作ってみましょう。これはちょっと難易度が高いんですが、細長い丸を絞ってそれに合わせて足と腕をつけていきます。これは小さい方がバランスが取りやすいので、先ほどよりも小さく先を切った絞り袋でやるといいと思います。体に合わせてだいたいこんな感じだろうなっていう大きさで顔を絞っていきます。こんな感じですね。なんか着ぐるみみたいですね。いっぱいできました。90度のオーブンで乾燥させていきます。このように冷ました状態で表面もカサカサしていて、すぐにクッキングシートから剥がれるようならば大丈夫です。こんな感じですね。結構カサカサしています。食べるとサクッとスワーッと溶ける感じで美味しいです。もしここでまだ剥がれないようだったら乾燥が足りないので、もう少し乾燥させてあげてください。そのまま頭を上に絞った子が一匹うまくできていませんでした。耐えられなかったみたいですね。頭と体を別々にした子たちは、余ったメレンゲで貼り付けてもう一度乾燥させたり、アイシングなどでくっつけてあげるようにしてください。夏場は本当にエアコンなどでもすぐにしけってしまうので、すぐに食べてしまうか、乾燥剤のシリカゲルっていうのを一緒に入れて保存するようにしてください。もしまたベタベタしてしまうようだったら、オーブンで乾かすと少し復活します。最後までご覧いただきありがとうございました。今日は簡単な即席メレンゲの方を作ったので、今度本格的なキャラクターメレンゲもやりたいなと思っています。